たかが。ちょっと映ってますね。鴨郵便局が出てきたね。あ、続行して伊勢島ライナーも今走ってましたけど、この先のところがね、この前、特集した鴨駅のところですね。前は真っ暗な中走っとったんで全然わかりませんでしたけどね。さっきのお手前の郵便局のところ曲がったらよかったですね。全然わからなくて、その先のところ曲がって全然違うところに行ったかっていうね、ことがありましたけど、で、改めて鴨駅はね、間違えちゃったシリーズでね、京都にある鴨駅ね、関西本線の鴨駅と、あ、京都じゃない、あれ京都？京都だよな、うん、鴨駅とここのね、あの鴨駅を間違えちゃったって言って移動してみたね、シリーズとかもありますんでね、まあだいぶ古い動画でね、ちょっと撮り方とかも荒いんであれなんですけど、よかったらぜひご覧いただければと思いますと。島スペイン村まで15キロ、やっぱ遠いなぁ。じゃあ頑張って15キロ走ってかんとね、ってところです。これはまっすぐのがいいかな。では近鉄を検証か。あって、これが何駅だったっけ。結構立派な駅舎になってますけど、あ、白木駅か。なんでこの先にね、謎の車両基地みたいな、ちょっと保線車両とかが置いてあるね、謎のスペースがありますもんね。でこの辺りだけ確かちょっと伏線になってますね、うん、とか結構細かい改良がいろいろ施されてますからね。さあ、ということで志摩市に入りますということで、これで飛ばしから志摩市ということでございますね。で、行って志摩スペイン村まで12キロということで、まあまだもうちょっとありますからね。曲がると松屋の方に入ってくるということでね、あの牡蠣のブランドで、ね、松屋牡蠣っていうのがね、なんか今人気らしいですけどね。志摩スペイン村は次の信号を曲がるらしいね。ここか、曲がるというかこのままぐるっと行きゃいいので、はいはい、バスセンターのあたりか、磯辺のバスセンターのあたりですね。そうそう、かつての、伊勢島ね、観光の玄関口というか、まあ、すみませんスペイン村へのね、玄関口としての機能をね果たして、磯辺町のね、磯辺村、あれでしたけど、島磯辺っていう駅がね、この近くにあって、でちょっと離れたところにバスセンターがあるっていう構造なんですよね。磯辺のバスセンターの近くにあって、駅はちょっと奥にずっと入ったところなんですかね。まあ高速バスなんかも確か結構出入りしてるような場所なんですけど、ちょっと構造としては駅との差が 200m からね、ちょっとですけどね、まあ離れてるっちゃ離れてますんでね、独特の構造です。で、もともとはね、自治体が違ったんで、磯部町となんだ、志摩町かな、とか、いろいろ分かりと思ったんですが、なんだこのローソン、看板インパクトあるな。そうそうそう、でいう兼ね合いでね、磯部町にあるんで磯部町のっていうので、志摩スペイン村用のね、志摩磯部駅って感じになってましたけど、あの結局志摩市として合併して大きな市になったんでね、だったらもうもともとね、あのあっちの尾形の方のが状況逆数も多いしあれなんで、
じゃあもうそっちに集約してしまえばいいじゃんというふうになってしまったっていうね、流れですよね。ただ車で行くんだったらこの姉妹袖からは近いです。ただここを曲がっていくと、これちょっと先か、この先のところですね、ここを曲がると4キロで下スペイン村ということでね、この高崎入り口ですね、ここを曲がって、さあいざ一番すぐの村にね、まあ今からこの時間なんでもう中に入ったりするのはできませんけど、よいしょ、さすがに見て中入ってね、アトラクション見て回るとかっていう時間は全然ないですからね。またこの後ちょっと行く予定の場所をザーッとリストアップしますけど、まあまあありますからね。いろいろと結構なら旅館とかも多いですしね、もうすぐ海はやってきますし、公衆トイレだからね、用意してくれてあるんでありがたいところですよね。あ、このとこユースホステルもあるんだ、ユースホステルね、もし自転車専用の横断道なんてあるんですね、ヒデ川、渡ってくると、さあ島スペイン村までもう少しです。でパールロードですね、この辺りも牡蠣料理の店だったりね、いろいろ出てますね、やっぱホテル多いですね。はい、ハイフ福寿荘とかね、わさかの島、わさかのね、とかね、いろいろありますね、さあアトラクションも見えてきましたね。もうこれ島スペイン村ですよね、これ駐車場も確か有料だもんな、ここは、一応ちょっとちらっと様子を見てきましょう。言うて広い施設ですからね。こんな感じでパルスケスパニアと別でね、ホテルしますスペイン村とかね、いろいろあったりしますんで、ここはホテルか、あ、駐車場満車になってる、あ、すごいね、やっぱお客さん復活してきてるんですね。乗用車駐車場、もう出てかれるお客さんもいるんですよね、もうお昼過ぎやけど朝一から来てって感じなのかな。おお。あ、重要なんか。これで左車線か、ほう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 、駐車場で1300円かかってますね。この辺りも標識があれですね、全部ちょっとエスパーニャ風、スペイン風な感じになってますよね、これ。
からんぞ。合ってんだよなこれ。これでさ、またさっきのところに戻ってきた感じか。また一般道の方に戻れるわけですね。なるほど。いやーとか駐車場で1300円かかるんだろう。でもまあ満車になってたし人気で良かったですね、うん、よーし、ね、でしたらね、やっぱ1300円駐車場でかかるんだったらやっぱあれですね、この辺りの観光周りなんせ使ってね、いや、その行ったらね、連絡バスとかも無料になりますから、なんか公共交通機関の利用結構やっぱ目につくたらな、まあやっぱり気になるですからね、やっぱそっちで使ってほしいなっていうのはあるでしょうからね。さあとりあえず海まで次のね工程を確認がてらね、じゃあ行きましょう。